宮蔵はちょっと昨日はぐったりしてましたが、今日は元気です。昨日、配信予定をちょっとリスケさせていただいてすみませんでした。ちょっと調子が悪かったので申し訳ありませんでした。今日は元気に、とりあえず元気になったよというのをみんなにお知らせしたいのと、本日発売のギガマックビッグマック、ギガビッグマックを食べてみようと思って、突然ですが配信をしています。ギガビッグマック、これね、宮蔵のここにあるビッグマック、これね、イラスト屋さんの素材で作ったんだけど、パン、キャベツ、ソース、チーズ、肉、パン、キャベツ、ソース、ピクルス、肉、パンという構成になっています。これは、ホームページの写真を見ながら積みました。はい、でね、後でこれはツイッターに写真をあげようと思ってるんだけど、あまりにもビッグなサイズだったんで、とりあえず半分に割りました。今食べようと思っているのは、半分に切ったサイズのやつを食べようと思ってます。びっくりするほどでかかった。フライパンいっぱいに焼いたホットケーキみたいな大きさをしていたので、とりあえず半分に割ったやつを食べようと思います。今もあれかな、マック買ってきてくれた子たちもいるみたいで、どうもありがとう。一緒に食べようね。ちょっとね、この後誕生日配信控えてるから、一緒になんかもぐもぐして誕生日配信に備えようと思っています。宮蔵はね、普段ねビッグマックを多分一度も食べたことがなくて、こんばんは。普段はね、好きなのはチーズバーガーが好きで、あとはね、最近スパチキにハマっていた。スパチキ、スパイシーチキンバーガーがすごい美味しくていいなと思った。ちょっとポテト食べよう。いただきます。うまっ。なんかもうマックのポテトって、マックのポテトっていう食べ物だよね。おいしい。なんかマヤックっぽい、ちょっと違う。でもね、この細切りタイプのお芋が好きだから、ロッテリアさんのお芋も好き。ですね、今日はこのドリンクをですね、アメリカンというかやんちゃな感じでスプライトにしています。宮蔵にお店で食べるときはいつもアイスミルクティーにするんですけど、うまい。スプライトしみる。おいしい。
けで、普段は食べたことのないビッグマックの、ビッグマックを体験したことがないのにギガビッグマックを食べてみようと思います。うわー重い、半分なのにこんなに重い。いただきます。どう？あ、うん、僕カケが歯が歯が歯があんまり、ちょっと出てきこうと入っちゃってごめん、ソースがないところ食べてしまったかもしれない。すごい肉の感じがする。うん、うまっ。あ、これめっちゃ美味しい。あはみやありがとう。ちょっとこれね、手でギュッてしながらしないと、あ、縦が入り切らない。おいしい。うん、うまっ、うまっ、うん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 。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。これ、うん、綺麗にちゃんとピクルス入ってるとこ切れた。うんふん。昔はね、子供の頃はピクルス入ってない方がいいなって思ってたんだけど、もうね、大人になってからはピクルスもっと入っててもいいくらいと思って。なんかあれだよね、裏メニューじゃないけど、お願いしたら増やしてもらうこともできるらしいよね。やったことないけど、おいしい。メンバーシップギフトありがとう。食べながらでごめんね。みんなはさ、マックどのメニューが好きとかあるの？めちゃくちゃ美味しいかもしれん。これあれなのかな、普通のビッグマックとアディションなのかな。比べるために両方取ればよかった。なんといえばこのマックデリバリーで持ってきてもらったんだけど、ビッグマックも、違う、ギガビッグマックのセットの値段が1230円もして、本当にあなたはマックでござるか、もしかしてあのマックの皮をかぶったクアイナではござらんかと思った。3桁を超えてくると思わなくて。びっくりしちゃった。みんなが好きなのはダブルチーズ、おいしいよね。照り焼きとチーズ、サムライマック美味しかったな。三角チョコパイ、朝マック、ビッグマックとダブルチーズ。バイダブチ、朝マックのソーセージマフィン、朝マックからしか取れない栄養あるもんね。チキンフィレオも美味しい。チキンタツタね、いつも売ってくれればいいのにね。ベコニータス、バイビッグマックとバイテリヤキ、最近チーズバーガーです。チーズバーガーかけるにダブルチーズより安い。
そうだからこれすっごい 高級な晩ご飯なの。1230円のセット食べてる。照り焼き好きな人多いよね。なんか男の子照り焼き好きなイメージある。ポテトとナゲット山盛りのポテナゲ、あった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 。非常にやんちゃだなと思った。好き。うんうん、ストロベリーシェイク。いやだね、シェイクも全然頼んだことないんだよね。うん、一人でジバジ頼んじゃった。ありがとうございます。おいしいよ。あ、もったん。カロリーも4桁。1073キロカロリー。半分にしといてよかった。ナゲットは、ミヤゾーは、マスタードが好きなんだけど、この間スペシャルでやってたやつ。レモンペッパーと、スパイシーホットトマトみたいな。この間の、特殊なやつがめっちゃ美味しかった。うん、トマトが好きだから、トマト味のやつが好きだから、トマトソースめっちゃ美味しかったな。あれはずっとやってほしいなと思った。グラコロとタツタが好き。スペシャルなやつだ。季節を感じる。うん、照り焼き頼むと大体手がビチャビチャ。今ね、今結構ね、吹きながらやってるけどね、今結構ビチャビチャ。あめは、喋れない。もっとマッククルーとしてはアイコンチキン。レモンが一番美味しかった。アイコンチキンってなんだ。うん、うん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 。ただ宮園の口が結構ちゃんともぐもぐしてる。長方形のポン酢にレモン汁のチキンが入ってた。あ、なんかそれもやっと覚えてるかも。ここ1年くらいやっぱ食べるのが唯一の楽しみみたいなところがあるから、マックの新作も結構出るたびに持ってきてもらって食べてたんだけど、そういう新作を食べる喜びみたいなのを知ってしまったよね。キガビコマックは、もう開けた時点で敗北を悟ったので、半分に切ったやつを今食べてます。デートでは食べづらい食べ物ですよ、これ。ビチョビチョになりますよ。いらっしゃい。あとあれかも、お家でもおにぎりポッケみたいなのに入れた方がいいかも。箱の入れ物で来るから、紙で包まれてないから、補助するものが何もない。自分の手でだけでこう上手に持って食べないといけない。まずね、縦が口に入りきらないからね。
通しながら食べないといけないから余計にお手手になんかついてしまう。でもそれだけ大きいってことだからいっぱい食べる子でも安心。なんかね、あの積んだものが多いから最初にね、ここの左のところにある、あ、みんなその左からみんなにから見て画面右にね、ハンバーガーの数あるでしょ。バーチャルハンバーガー作ってる時に言ったけど、パン、野菜、チーズ、ソース、肉肉パン、野菜、ソース、ピクルス、パン、あ、違う、肉肉パンだからずれやすい。重なってるものがめっちゃあるから、でもね、充足感はめちゃくちゃありますよ。お肉はね、なんていうか肉肉しい感じだから食べてる感すごいや。うん、ひげもちパイにおいかったよ。やつを食べました。塩のしるきラップでって言うと包み紙にしるき、そうなんだ、へえ。ありがとうございます、豆知識。今マックついたけどめちゃくちゃでかい。マックからマック食べてる配信見てくれるの面白いね。ありがとう。この大きさも包めるのかね、確かにね。このギガはね、明らか他のハンバーガーよりも巨大でしたもの。普通のハンバーガーが子供に見えるくらいだったよ。こんばんは、マックおいしいよ。まんま、ひぶきさんのお国のマックはスマッシュバーガーっていうの？半分に切って食べちゃってるせいもあると思うんだけど、今食べてるとこはそんなになんかソースの味を感じないんだけど、タルタルソースみたいなのかかってるね、おいしい。たまにマックでホットケーキ食べるなと。あのホットケーキをこの間久しぶりに食べたんですよ、マクドナルドのホットケーキ。あれはあれでやっぱマックのホットケーキっていう食べ物で美味しいね。ちっちゃいやつ、リンゴのリンゴのソースかけるんだよね。はいはいはい、一緒にやってた、白玉の入ったパイ、ちょっと商品名がおぼろなんですが、あれがめちゃくちゃ美味しかったんだよね。マックが行列なの、なんか寄ってくれてありがとう、気をつけて帰ってね。
ビッグマックなどどの国にもあるハンバーガーは全部スマッシュバーガーだよ。パテを圧縮してジュって焼くからスマッシュって呼ばれます。へえ、そうなんだ。一つ賢くなりました。マックのミニパンケーキの美味しい食べ方は温めないことですよ。冷たい方がパリッとして美味しいです。そうなんだ。これはもうめちゃくちゃうまいな。おすすめ。楽しい。サイズがめちゃくちゃ大きい。顔ぐらいある。顔ぐらいあるから半分でも相当お腹パンパン。もう眠くなっちゃいそう。まだ食べてるけど負けてきます。気をつけてね。ありがとう。マック気をつけて行ってきてね。おいしいね。でもね、おいしいけど、あのお店で食べる方は本当にお腹が空いてるか、いっぱい食べれる子じゃないと、もうめちゃくちゃ最後きついと思うよ。すっごいでっかい。ただめっちゃ美味しい。これはいいな。めちゃくちゃ食べにくいよ。ビッグマック、まさに今戦ってます。おまま。めっちゃでかいお皿に乗っけて食べてる。もったいないな。味おいしいから。あ、でもあれか、単純にちっちゃいって言おうと思ったけど、確かにギガに比べたらちっちゃいけど、ビッグマックもまずビッグなのよ。ビッグマックも。ビッグマックのソースは世界共通って豆知識しか知らなかった。そうなんだ。こないだ出たやつも全世界で食べれるやつだったのかな。うまっ。でも丸々一個で1000キロカロリーとかさっき誰か書いてくれてたけど、今私こう半分で半分食べてて、これ全部食べて500ってことでしょ。めちゃくちゃお腹パンパンになるから、ある意味すごいコスパがいいかもしれないね。これは美味しいや。あ、なんかお肉がポロリしちゃった。みんなに見えないのいいことにつまんで食べて。おい、そうだね。夜に食べるにはちょっとあれかな。今ちょっと早めの時間だからいいけど、遅めに出たら中パンパンのまま寝なきゃいけないもんね。昔マック外で食べてたらトンビに取られました。トンビも食べちゃう美味しさ。大丈夫かな、油に負けなかったかな、トンビちゃん。めっちゃ美味しいな。来週さ、辛いナゲット出るんだって。こんばんは。お先にギガビッグマックをいただいております。とても美味しいです。でも今は端っこだからなのか、こう結構口の中の水分を持っていかれる感じしますね。
ライドがめっちゃ美味しい。うん、石川サービスエリアの上りでダブルチーズバーガーを食っていたら鳩に集団で襲われて奪われた。こんばんは。鳥に襲われた皆さんの悲しい悲しいお話が。うん、別に辛いのダメなわけじゃないんですよ。好きなんですけど強くないんですね。好きなんですよ。特に唐辛子系のやつは結構好きです。一番好きな調味料はラー油です。うん、美味しい。普段配信の時にね、炭酸飲まないから。めっちゃ好き。食べ過ぎないように気をつけないとね。好きなものでね、お腹を壊すの悲しいね。ヤゾンもね、サバ、塩サバめちゃくちゃ好きなんだけど、油が乗りすぎてて胸焼けになるからたくさん食べれなくてちょっと残念。めっちゃ好きなんですけど、マックはいいね。いくつになってもマックが好きだよ。ちっちゃい頃は、あのね、幼女の頃の宮蔵はとても偏食で、とても食が細くて、あの普通のハンバーガー4分の1個が食べきれなかったの。今じゃ一口ですけどね。うん、大根おろしと一緒に食べなさいってみんなに言われてる。サバの時は大根頑張っておろそうと思います。おろし金買ったし。そう、幼女の頃はね、母が5センチ角くらいのリンゴとか入れる、こう食後のリンゴとか入れる用のちっちゃいタッパーに幼稚園の頃お弁当を詰めてくれて、そんなちっちゃいんだよ。それすらも食べきれずに帰ってくる娘を一体どうしてくれようかと思っていたらしいぞ。今やめちゃくちゃ食べるの大好きっ子になってしまいましたが、だから世のお父さんお母さんには心配しないでほしい。どんなに食べない子でもめちゃくちゃ食べるようになってしまうかもしれないから、食べたいものを食べさせてあげて、ちょっとしか食べなくても満足してる恐れがあるから。食べたがるものを食べさせて。のんびりと子育てをしてほしい。頑張った、食べきった。ギガビッグマックの半分を完食しました。ありがとうございます。ギガビッグマック括弧半分倒したぞこれでこの後元気に誕生日配信ができるはず。
ちなみに、もうあと半分はまたチンして食べます。うん、大きさだね。ギガ食べといてなんだけど、でかい。無理だよ、一回で一回で乗るは無理だよ。ギャル曽根さんじゃないと食べれないよ。半分にして正解だったと思うんだけど、半分食べるのに30分かかってるから、まあ、おしゃべりしながらだけど、まるまる1個あったら1時間かかってた。分からん、1時間かかってももしかしたら食べきれてないかもしれん。おいしい。これ絵柄が詐欺だから半分にしとけばよかったかな。はあ、ありがとう。どうしてもポテトをね頼んでしまうんだけど、マクドナルドさんのサラダもおいしいよ。旅行偉いと思って、ありがとう。おお、炭酸おいしい。うん、おいしい。あ、そうそう、早食いがね、太るからね、ゆっくり食べれてよかったかも、今日みんなとおしゃべりしながらのんびり500キロカロリーを摂取。マックといえばホットアップルパイとシェイク。うん、熱いのと冷たいのと一緒に食べるってことかな。マックのサラダもいいよ。でもお家でサラダ用意して食べるのめっちゃ偉い。トースターで炙って食べよう。カリカリになると美味しいもんね。うん、美味しかった。なんとたくさんの方が一緒にギガを画面の向こうでギガを体験してくださりありがとうございます。眠くなってきました本当に。ビッグマック炊き込みご飯、怖っ。そんなのがあるんだ、普通に食べたいな。うん、デリバリー頼んでたらお店が機械故障しちゃったらしくてキャンセル。わあ、他にご近所のお店はありませんか。悔しい。頼んでも来るなって思ってからの行かれませんはめちゃくちゃショックだよね。もうそのお口になってるから。皆さんビッグマック食ってました。ギガマック、間違った、ギガビッグマックを半分完食しましたよ。あ、美味しかった。これはね、これは美味しいですよ、みんな。ギガマックすぐビッグ忘れちゃう。ギガビッグマックは数量限定らしいから、気になる方はぜひ早めにマクドナルドさんに行ってくださいね。ちなみにこれ案件でもなんでもないんで、ただ私がマック食べたいから食べてるだけです。プロモーションではございません。はい、ついでだから宣伝しとこ。今週の土曜日の20時からフィンガーさんの公式配信枠でね、といっても別に普通にうちのチャンネルで配信をするんですけど、
公式配信という形で紹介していただける配信をやります。と言ってもと言ってもばっかりなんだけど、と言ってもいつも通りみんなでフィンガーさんのゲームで遊ぼうということなのです。頭の中のお前らが私の恋愛を決める剣という、恋愛シミュレーションゲームっていうのかな、アドベンチャーのゲームをやります。この間実装初日にみんなに遊んでもらった時に、大輝くんのルートのバッドエンドと翔平くんのルートのトゥルーエンドの2つを見たんですけど、なんとどっちも、トップ1位とワースト1位を実は記録しております。大輝くんの、バットの120点っていう点が他の配信者さん多分どこも出してなくて140かな、次がうちが120点で堂々のワースト1位で、翔平くんの1位は4位までみんな、580点だっけ、多分取れる上限ギリギリがおそらく580とかなのかな。で、うちが一番早く配信をしていたため、1位のところにランキングがされておりますみんなのおかげだね、ありがとうね。ワーストどうなんだろう、あれちょっと変則的だったもんね。大輝くんのルートに行かずに大輝くんの好感度下げていったからああなったんだと思うんだけど、はい、今週はたくさんの方が配信をされるので、またいろんなルートがね解き明かされていくのではないかと思うんですが、うちはうちで金髪のアダム拓也くんって言った方がいいのかな、アダムのルートを一回も行ってないから行けたらなって思ってるので、よかったら土曜日にお時間ある方は協力してくださいよろしくお願いします。いや、みんなのパワーのおかげでね、なんとワーストもトップも1位を取らせていただいてる状態ですよはい、ありがとうございますね。一応ね、公式の方に美咲ちゃんルートが欲しいってみんな言ってましたって言っておきました。で、公式さん見ててくれたらしくって笑ってました。そうですねはいいやー、お腹いっぱいだ。元気に次の用意をして、また20時からこの後5月の誕生日の方をお祝いする配信をしたいと思います。今日は6月1日に見えるかもしれないけど、実は5月32日だからまだ実はセーフなの多分っていう手でやっていきたいと思います。この後もお時間ある方はぜひともお付き合いいただけたらと思います。はい、ではこちらのギガビッグマック食べちゃう配信はめちゃくちゃ美味しかったということで大成功で幕を閉じたいと思いますめっちゃ美味しかったなはあ、あとね、今日はね、この後ね22時からねポケモンのね新しいやつの配信楽しみにしてな今日は楽しいがいっぱいだよ44時間43時間みんなありがとう。じゃあまた後ですぐお会いしましょう。付き合ってくれたみんなどうもありがとう。
それじゃあまた後でね。バイバイ。どうぞ。